偶然とか自然というのは人間が勝手に決めたことであり、全部必然だと思ってる。全ての全てが必然、もうそうなるようになってたと決めたり、受け止めたらいいです。偶然というのは、偶然ってたまたま自分がそういうふうに、あ、偶然に起きたわって言ってるだけであって、もっと自分の見えない世界でいろんなことが起きてるわけです。この銀河系だけで、2000億の星があるって言われて、地球のような太陽のような星が2000億ですよ。その銀河系のようなものがまた何千億って宇宙にある。まだまだその時はわからない。当然人間のような生物が他の星に同じような環境があるあって当然だし、同じような人が生物がいてもおかしくない。その方がむしろ自然じゃないですか。はい。シンクロテレパシーって言ってるんですけど、はい、シンクロってのは同時にいろんなことが起きる。ここに地震が起きたら、10キロ先のビルもやっぱり地震が起きてるわけです。その時に、ね、ちょっと机の下に隠れましょうって電話したら、そうだねって言うから、うん、でそれが通じる。その電話がテレパシーだと思ったり、で地震はシンクロだと思ったり、うん、だからシンクロとテレパシーを同時に働いた時に最も威力を発揮します。はい、いつも本当は起きてるんです。私たちは起きてるんだけど、それをそこにチャンネルを合わせてないんだけど、ここに4チャンネルも5、6チャンネルも8チャンネルも、ね、うん、1チャンネルも電波流れてるでしょ、うん、そこにちゃんと、ね、ダイヤルを合わせて、そこにチャンネルを合わせればその番組が出るわけです。私たちがチャンネルを合わせるだけでいいんです、うん、まあ、そういうことです。